プロジェクト K, クト K こんにちは、キルアです。今回はですね、こちらです。唐津、玉川、大10エース以降2-3-1の全タス。もう僕分かっちゃいました、見えちゃいました、勝ち筋が。第10レース以降、もうこそこそとせこせこと陰逃げ買ってる場合じゃないんです。いつも言っていますが、第10レース以降1本は陰逃げが決まらないことが多いです。その1本どでかいです。そっちを取りに行きましょうよと。陰逃げ当ててどうするのよと。10倍台20倍台当てたところで、それで爆勝ちできるんですかって、それで嘱望ができるんですかって話ですよ。狙うなら3本中1本のどでかい方でしょう。どうぞご覧ください。さあ始まっていきます。唐津から見ていきたいと思います。唐津初日です。まあ正直ですね、この回目であれば前半レースでもいいんじゃないかとも思うわけです。だがしかし、いや、第10レース以降でこの回目やることに意味がある。陰逃げが多いであろう第10レース以降にこの回目が来た時がどれかかったりするわけで、だからこそ第10レース以降にやる価値があるんです。今本日唐津前半第2レースでこの回目で満州が出ているのでそれを見てちょっと思っちゃいましたけど、そうじゃない、それ以上のどれか買収が出るんですよ、第10列行こうなら。ニッさん、はい。外から3号艇の山の内、先頭は1号艇の折下博則が逃げています。すぐ後ろに2号艇の高井教授、スタートは前提正常でした。逃げた1号艇折下が先頭です。2番手に2号艇長井が続いています。その後ろは4番3番並んで2番手、トップで1号艇折下、握って続く2号艇。まあ基本は陰逃げですから、基本陰逃げが来ることは覚悟の上ですから、1本です。とにかく3本中1本。この前アニメのキャプテン翼を見ていたんですけども、なんと翼くんがスマートフォンを使っていてびっくりしました。あのアニメはもうはるか昔のアニメのはずなのに、リニューアルされたのですね。リニューアルされて新しくなったのですね。昔のままの映像が見たかった私はスマートフォンをいじる翼くんを見てびっくりしましたけども、1号艇の岡部が抜け出してスタートは前提正常でした。2番手は5号艇の間対2号艇の、まあね、3本中3本ともインディゲが決まることも当然あります。それが第10レース以降なのです。その後ろは3番6番玉川も控えておりますから、玉川も控えております。一発もう48倍超えでプラスなので、満州300万周出ないかな。3-1でお願いします。2-1は人気なので、まあ人気、まあ人気っちゃ人気なので、2号艇が攻めていって1号艇とともにちょっと遅れます。その隙を3号艇がもう独走状態になっていただきたいんですけど、ヌーナル、はい、待って、2-1来るよ、2-1が来るよ、普通に2-1来ました、はい、普通に2-1来ましたよ、2-1よ、25.2倍、2-1よ、2-1号は20倍台、3号艇ダメだ、6号艇頑張れ、普通に2-1が来る、2-1来ますよ、これ、2-1絶対来る、はい、的中、だってこれね、24も25も高いです。もうそんなの出るわけがない。25も24もそんな高いところが出るわけがない。気がない。あっ、わけがない。出な。1号艇深川慎二が3番手、3周
ちょい体型は2番、5番、1番です。うわ、これ満州ですよ。三着固定、より高みを目指すなら三着固定というのですか。マジかいや。ああ、さらに後方には今引っ張っていきました3号艇は田辺玉川でございます。なんかあれですよね、そこまで高くない。第10レース以降のこの回目来ない割にそこまで高くない。どういうこと。久方ぶりの優質なるかという6番の泉は大外からです。スタートまで10秒切っています。10レース準優ワインから1にダッシュが3、4、5、6、玉川5日目です。そう、準優勝戦スタートがピタッ。10レースのスタート、6号艇からは毎週に届きます。体形から始まった1マークの攻防、2号艇の福島は3番の渡辺はさらにアウト、1番の古澤が押し切ってきました。スタートは前提正常でした。先頭1番の古澤が逃げていきました。大もうな来ない割に2番の福島がわずかに2番手抜け出してまいりました。オッズもそんなに高くないのに来ない。飛びついて4番の山口、ここをバーストと2番の福島がさばきにかかります。ホームストレッチ2番の福島が2番手優勢を保っています。1番2番乗り返してまいりました。2周目です。さてこの2番コース、6号艇の島川光雄ボーダー下から這い上がってのスミファイナルです。以上6名11レースの準優勝戦です。なんでこんなに低いの。10秒切りました。コースワインから123ダッシュが。どういうこと。来ないくせに、来ないくせに、どうしてこんなに、どうしてこんなに低いのよ。そして2コース、好スタートを決めて1周1マーク、3号艇がまぐりって、それを1号艇が抑えるんですけど、2号艇武田はまぐり刺そうとバックエンドを取っていきますが、馬場強し、スタートは前提正常でした。逃げました1番の馬場、これを追っていきまして2番戸塚か3番武田か、2番手争いに最内からスッと上がってくる4番の前田敦也です。2番手争いは2号艇戸塚、全速ターンでホーム側へ取り返してまいります。しかし小回りから4号艇の前田、さらにこのインサイドをついて5号艇の前澤もやってまいりました。2番手争いは激戦となっている中、4番の前田が頭一つ抜け出しています。2周1マーク、そんな2番手争いは先前かけて5番の前澤、ここを4番前田に2番の戸塚が差し込んで、まだ分からない。4号艇の前田です。上位の体勢1番4番となっております。この後ろは2番戸塚がわずかに優勢に5番の前澤が追っています。あと後ろ3番の武田、6番の島川です。2周2マークを先頭から1号艇、4号艇、2号艇、5号艇前澤がつまずく2番戸塚の内をスルリと抜け出していきまして、体勢変わって1、4、5です。最終周回に入っていきます。川口隆久、今年3、これあれですね、もう2-1か3-1に絞らないとダメですね。4点に絞らないとダメですね。そこまで高くないですもの。来たところでそこまで高くないなのに来ない。どうかしてるぜ。差はつきませんでした。さあ1マーク、2番の大池、わー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 、またおい、来たちょっと待って、5号艇やばいよ、5号艇6号艇来たらやばいよ、やかん、わーわー、4号艇、あー55点やばい、それプラスです、プラスが確定します。3号艇来ちゃうとプラス届かないんですよ。5号艇6号艇になっていただけないですか。5号艇6号艇満州なんです。3番手は4号艇の塩田がキープしリードを作っていきます。4号艇55.4倍、プラス確定です。いや、最後のこれですよ、これを待ってましたよ、これを待ってました。なんて素晴らしい回目なんだ。そうです、もうちょっと刺せば、ちょっと刺しが決まればこのようになってくれる。第12レースとかうまい選手、もう全員がうまい選手なので、玉川
ちょっと何かがずれるだけでこのようにして2-1になってくれる。これを狙っていたんです。これがまさに。だがしかしちょっと 55.4 倍、まあまあまあプラスには届きます。はい、的中。はい、的中。はい、的中。はい、プラス。余裕のよっちゃんです。はい、的中。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。僕見えちゃいました。勝ち筋がふさふさの僕が未来で待っている。次回人類史上初めてのベリースペシャルな回目を披露させていただきます。見えちゃいました。ぜひぜひともチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。バイで願いの魔術師で今回これで終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。